マルク・バルトラ・アレガルは、スペイン・タラゴナ・ケンサン・ジャウナ出身のサッカー選手。レアル・ベティス所属。ポジションはディフェンダー。バルセロナ2001年に、RCD ・エスパニオールのユースチームでキャリアをスタートさせ、2002年に FC ・バルセロナのユースチームに移籍した。その後は、上のカテゴリーに昇格していき、2009年に FC ・バルセロナ B に招集された。 2010年2月24日、アトレティコ・マドリード戦において、ジェフレン・スアレスとの交代途中出場で、トップチームデビューを果たした。2011年5月21日、マラガシー F 戦で、トップチーム初ゴールを記録した。ドルトムント2016年6月3日、FC バルセロナからボルシア・ドルトムントに移籍した。契約期間は2020年までとなっている。 2017年4月11日、ホームスタジアムのジグナルイ・ドゥナ・パルクで開催される予定であった UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、準々決勝のエース、モナコ戦に出場するため、チーム専用バスでスタジアムへ向かう最中、爆弾による攻撃に巻き込まれた。その際に、バルトラは右手首を骨折し、病院へ搬送されて緊急手術を受けた。 その後順調に回復し5月20日のベルダーブレーメン戦で先発出場し実戦復帰した。ベティス2018年1月30日、レアルベティスと2023年までの契約を締結した。スペイン代表として各年代でプレーしており、2011フィファー U-20 ワールドカップにも出場した。二千十三年十一月十六日、赤道ギニア代表戦で、 スペインウェイ代表にデビューした。2016年5月、フランスで開催される UEFA ユーロ2016の最終登録メンバーに選出された。バルトラの代理人は、元 FC バルセロナのカルレスプジョルが務めている。双子の弟も元サッカー選手であり同じバルセロナの、下部組織で育ったが体制せず、育成年代の指導者を務めている。ありがとうございます。